さあ、前回はね、ついに預金が200万ドルいったというところで、とりあえずまず出ましょう。さあ、ちょっと銀行に赴いて投資をしていきましょうかねと。さあ、投資ね。投資信託みたいなとこ買うんだよね、多分ね。私はね、個別株の投資家なんで、ね、任してほしいですけど。銀行ね、いろんなタイプあんのかな？都会にあった方がいいんじゃないか？ここにあったね、おっきいのね。これ行ってみるか、じゃあ。ベンタンダーバンク。銀行か。どのくらいの規模なんだろうね。ちなみにね、ちょっとね、全然袋買ってなくて、紙袋がもうないっぽいです。だからちょっと買い付けてはいるんですけど、明日来るみたいで、ちょっと大変そうですね。大量には買いますけど。さあ、じゃあ話しかけてみようか。100万ドル投資するみたいですね。レースグローバル A。8から15。結構リスク高いね。アジアダイナミックインダストリーズ。マイナス2から10。まあ、比較的低リスクだね、さっきよりは。で、HG チャイナボンド。中国のね、債券に投資するの？なるほど。まあ、債券なんで低いね。リスクはマイナスがないのか。まあ、これじゃない。じゃあ、これ、じゃあ、50万、50万。5000、5万、50万。50万ドル。他のも行ってみようかな。まあ、債券か。1億で債券割合わなくない？ね、ちょっとやめとこう。それこそなんかハイイールド債とか、まあ、最近問題だったココ債とかね。リスクの高い債券、ジャンク債みたいなのありますけど、あれは割とまともな債券なんじゃないかな。04っていうのでね、どういう幅かはいまいちわかんないけど。で、まあ一応最初近所で行った銀行しかもうないかな。一応商品違ったよね。まあ、行くか。まあ、最初貸してくれたよしみもあるし、買おうかな。ここでね。手数料くれてやるよ。すごい小さなの。これ50万。ユーロエナジー。これ電気系なんですかね。電力、エネルギー。あ、ここあんまリスク。でもさっきのところってマイナス2から10じゃなかったっけ？マイナス1から3。で、0から5。これだけいいよね。これだな。これ50万買おう、じゃあ。5万、50万。これ1個のとこにってこと？もしかして。そんな感じかな。じゃあもう50万いく？ もう50万いこうか。じゃあここに。ぶち込んであげようかな。どこだっけ？自分のね、テクノビューに。あって、これ50万5000ドルと50万ドル。まあそうですね。上がってってくれよって感じですけど。あんまりまあ、いや、こっち50万じゃ、もう50万、あ、行くんかいと。ちょっと遅いよ。あ、100%、幸福度100%。あ、今ならいけそうな気する。ね、金持ちなら幸福じゃねえとと。行ってきます。幸福になっていきましょう。でも今あれじゃないかな。これゲームボーナス効いてるよね。例えば公園行きますね。健康とは公園になります。お金稼いでても20%しかつかないから、いろいろいるんですよね。だカジノ行くか。またカジノ行きましょう。まだ100万ドルあるんでね。またボロ勝ちしていきますか。ですね。ここで、プラスの収益、ビデオゲーム、で個人的なゴールを満たしてる。で、あとは、ここで、公園で1時間過ごすっていうね、ベンチで寝ればいいだけなんですけど。あとちょっとです。あと何を満たせばいいんだ？あと何かね。あと何か一つ。この右の目標をすぐに達成するか。例えば、でかいアパート借りるか？ 手っ取り早いよ。100にする。
アパート20個レンタルする。頭いかれてるんじゃないの？そんなに何いるの？じゃあまあ、おっきいの借ります。おっきいアパート借りましょう。それで解決させてください。大きさは204だ。これら大きいってことだよね。204、あ、500あった、500あった、500。こんなとこに。あ、はい、これね。これです、これ。じゃあ、これ借りますか。いくらなんですか。1300いいですけど、別に。結構高いですね、スタートね。ここ借りればね、来たよ、ほら。で、マイペルソナ。あ、ダメなんだね。同時にはいかない感じか。まあ、1個もともと満たしてるからダメなのかな。ちょっといいや。行くだけ行ってみよう。多分カジノが一番いいでしょうね。あと何かね、何かある？多分行動でプラスにするしかないと思うんで。高める方法、収益がプラス、目標を達成する、公園で散歩する。全部やったんですよね。で、ゲームもやったし。もうないよね。そう、船とか乗る。うわぁ、ここはトラック。ここに住んだのか。わあ、でかいな。うわ、これはいいわ。これはいい、これはいい。返します。お金無駄になってますけどね。ここはいらないでしょう。一人暮らしだもんなって。契約終了。これなんかボーナスつかないの、これ。初めて返却したみたいな。まあ、次借りるとしても、拠点的な感じかな。近いから借りてますみたいな。そういうのでいいや。ここはまあでも位置的には悪くないんですけどね。あんなにはいらないかな。使い切れないと思うし。このね、港にカジノ船が来てるんでね。いやー、前も貸し切りしたしね、今回も貸し切りしましょう。50万ドルとかかけよっかな。勝負したいね。もう投資もしたしね。行きましょう。2回目だけど乗るの、実績今回なんだね。飛ばせないんでね。これただ進んでいくのをゆっくり見るって感じですけど。さあ、100万ドル投資したんで、残りはもう自由にしていい感じ。まあ、またやりますか。ブラックジャックだっけ？ポーカーか。まあ、他のプレイヤーがね、いないですからね。コンピューターでも何もいないんで、もうディーラーとの1対1でよ。ここに勝っていかないといけないと。スロットマシーンはね、こんだけ金増えてくるとね、厳しいんですよね。お、14万、いいね、いいね。スロットマシーンが一発10万とかいけるんなら いいんですけど。100か1万だよね。まあ、ちょっと回しとくか。ほら。お、2万。はい、倍になりましたね。お、また。あ、え、あ、マックスなんだ。早っ。There you go. That's gonna make your empire much less vulnerable to all these market バリュ changes エーシ that ョン are 500万 possible. ドルか。 Anyway, now I gotta get back to improving my 今いgut くらあんの？ sleep. てか200 Hey, 万ドルくらいある。 don't もうちょっとあ forget, るかな。 I still got that same. バリュエーションでしょ。あ、自分の持ってる資産の話だと思うんで、ですね、自分の店の評価額がどっかにあるはずなんですよね。そういうのを含めたバリエーションだと思うんですけど。ちなみにこういうのあってるの、そういえばね、労働者階級とか、こうガーメントディスクリの階級こんな感じなんだよね。ちょっとこれさ、どうやって見ればいいんだ。この辺見たいんだけど。地区の話だよね。あれ？だこの辺がってことだよね。これ変えらんないのかな。ちょっと変えられないのか。あ、こっちか。マレーヒルがこんな感じで、マレーヒルの方が、あ、じゃあヘルズキッチンか。ヘルズキッチンの方は、労働者階級ほぼいないですね。6%。中産階級が多いと。で、上流階級が普通め。で、マレーヒルが、あ、ここにね、ギフト店作ったんですけど、ここはまだ労働者階級が多いんだね。ヘルズキッチンに作るべきか。で、ミッドタウンに労働者階級いないです。ね、上流階級のみ。なので、花屋がすごく高くてもいけてんのはこのおかげだろうと。ちょっとマレーヒルが案外いいかもしんない。いやね、ヘルズキッチンか。マレーヒルはね、普通だね。あ、でも上流階級多いんだね。結構貧富の差が激しいのか。中間がいなくて上と下がいるみたいな感じで。これは面白そうですけどね。まあまあまあ。中流階級狙い撃ちのヘルズキッチンちょっと出店狙いたいな。であれば。
わしは分かってますからね。さあ、じゃあ、賭けよう、ブラックジャック。あ、ポーカーじゃないか。これも50万ドルよ。50万ドル。ベッド。11。18。18スタンドでいいでしょう。勝ちましたね。まさかの勝っちゃい。まあ、じゃあもう一回。いや、もう70、70、70いきましょう。止まった方が負けるんです、こういう時は。11。また18か。いや、これスタンドでしょ。おお、勝ちましたね。あ、21超えたのか、相手。さあ、228万です。これさ、勝ちすぎじゃない？ここで引いておこう。あいつさ、もう今多分血にね、もう血が頭に昇ってあいつしょうがないから。ちょ、これ100でも勝てんじゃん。もう 1とか言ってみるか。もうこいつね、もう、あまりに負けてるんで、もうね、やれないと思います。まともにゲームを。これ、まあヒットしますか？負けましたね。いや、こういう流れからさっきヒットしなかったんですよ。1で遊べるんだね、これね。4。いや、これさすがに負けちゃうよね。相手がこれオーバーしないといけないから。例えば相手が、6引いた瞬間も相手勝ち確定するわけですよね。だから確率で言うと1から5だともう一回引くわけですよね。まあ5なら引き分けたからわかんないけど。まあ限りなく負ける確率が高いということでヒットする。で、オーバーすると。あ、これなるほどね。よく勝ってましたね、今までね。じゃあちょっとスロットマシン遊びますか。これ大当たりしたいな。大当たりがわかんないんだよね。何が大当たりなんだろう。それは、あ、それダメなんだね、並んでるけど。それもダメ。あ、もうそれはダメか。あ、全然ダメじゃん。え、それもダメなんだね。もう全然出ないけど。あ、それ2万か。どういう、ルールがわからん、ルールが。ああ、なんか、危ない危ない、殺される。インフォメーションマークあるけど。別に座るだけか。じゃあちょっと買っとこう。今の負けを取り戻しとこうかな。20万くらいでいけるでしょ。20万。うん、200万いったらやばいからね。これ16ならもう行きだな。あ、これ勝った勝った勝った。これは勝ちよ。あ、もう終わったもん。よーし。取り戻したね。さあ、では帰ろうかな。さあ、バリエーション500万ドルですね。資産価値の話だと思うんで、どっかにないのかな。私のその、総資産みたいな。あった、総資産。362万ドルですね。19歳。19歳362万ドル。週あたりの収入が86万ドルというね。86万ドルはもうほぼ、86万ドルだよね。100万ドルで1億円でしょ、だって。まあ、投資するとき、米国株って100万ドル単位で出るんで、あれ大体、まあ、1億円くらいって換算していつもね、やってるんですけど。まあ、今だと円安で、ね、変わりますけど、まあ、1億くらいとしたら、まあ、今の為替相場で言ったら、これほぼ1億ですからね。週休1億。週休、週利益1億。総資産が、362万あるから。こっちが5億くらいあるのか。はいはいはい。5億、まあ、4億くらいかな。19歳で。すごい、成功者だね。この見た目で。私に合う服を買いに行こうかな。さあ、投資したやつ全部回収しましたね。これがギャンブル。もう大掛けするときすべて勝ってますから、運がね、途方もなくいいんでしょう。まあ、最近ちょっとモンハンやってるんですけど、ああいうね、希少の弾ありますよね。3% か 1% しか出ない、あれ。うるさ。あれめっちゃ出るんでね。運が向いてきてます。さあ、もうなんかね、ギャンブルで200万貯めた方が早かったんじゃないかくらいの感じですね。まあ、それで行くとでも失敗するわけですよ。
もうお金いらないと。いらないからとにかく、ね、やりましたってなったら増えたんで、それくらいの心意気ですよね。もう彼困ってるでしょ、お金もありすぎてね。投資しても投資しても増えていくんで。ね、店舗を借りてもね、何しても増えていくんで。たまんないでしょうね。ある意味不幸です、彼は。お金が増え続ける不幸にね、苛まれています。朝寝ないといけないっていうね。そういえばなんか弁護士雇ったんだよね。で、現状こんだけしかいないのか、そういえば人が。接客これ雇ってます？雇ってないね。こんな感じで雇ってないわ。まあでもそうだな、あんまり入れたくないな。6人くらいにしようか。フルタイムをやると結構大変かもしんないね。本来はフルタイムの方がいっぱい入れれるから幅利くんだけど、パートタイムの方が調整しやすいから、10、30の幅があるから、30以上ってのは結構きついよね。こっちが逆転しちゃってるよ、こいつ。5時か、しまった。さあ、弁護士です。これ全員育成だね。ちょっと、既存のとこ間違えてね、投入しちゃったんで、今、育成弁護士がいないんでね。いや、弁護士か。めちゃくちゃいますね、弁護士ね。弁護士が一番多いんじゃないかなって言われてますけども。あ、これどっか入れないといけない。いや、一旦ちょっとトリングしよっか。さあ、で、500万ドルのバリエーション。まあ、なんでもいいですね。なんでもいいから500万ドル持てと。不動産買ったら、まあ、その不動産の価値があるから、その何か買ってもいい。多分、車も価値あると思うんで、店舗でも不動産でも車でも投資でも何かをすれば資産はね、増えるか、もあると思うんで、おー、いいね。下がってます。まあ別にいいです、いいです。長い目で見るんじゃないですか。あの割合ならね、少なくとも、アライアンセステクノロジー A は確実に増え続けるわけなんで、これ金額の問題だよね。で、こっちは下がったり上がったりするのかな。で、ちょっと最後に見ましょう。買える不動産ですね。販売中の建物、あるいはビジネスを買ってすぐさま傘下に入れるのもありです。既存のビジネスを買収して、そこをね、抑えようみたいな。例えばここ、ウェブ制作会社、これ不動産売ってんの？店、ね、入ってますけど、テナントが。開きますと。で、ここが推定価格が216万ドルです。だこれを、これビジネスか、こっちはね。高すぎる。高すぎる。不動産無理だな。いや、なんか、家賃払うの嫌なら不動産を買おうみたいなのあったんですけど。これは959万ドルだよね。高いね。高い。ちょ、ビジネス買います、じゃあ。で、今ないウェブ制作ビジネスを買収していく M&A ですよ。M&A をしていくと、216万、高えな。いや、そんなんならさ、自分で作った方が絶対安いよ。あ、間違えた。あんなとこは行かない。行きませんよ。の目的地ね。基本216万ドルなんだね。価格は、この大きさ関係ないんだな。あ、関係あったわ。半額だ。あ、じゃあこことこことが同じだったんだね。そっか、あ、ここでと一緒なんだね。ブロードウェイにあります。こちらも216万ドルと。買うことはできますね。買うことはできるんですけど。どうかな。人材だよね。人材がどんなもんかだよね。いい人材がいればいいんだけど。まあまあまあ。まあいいでしょう。なんかどっか買収してそこで始めるのもありですね。まあ、それこそこの辺に、ね、地区としては、ヘルズキッチン。で、このね、結構建物があってね、こっちか。あれもそうか、あんまりいいか。マレーヒル。いいなって思って出店しましたけど、答えはね、北だったと。南はね、もう貧困地区です。ね。まあ、あるいは労働者階級の地区。なので、北に行こうと。例えば喫茶店いくらですか？喫茶店164万ドルね。買収はできますけどね。買収、例えば銀行から借りてきて買収してそのキャッシュフローで返すみたいな。また間違えた。行かない、そんなとこには。買収しても行かないよ。買収しておしまいだね。162万ドルか。
やちょっと小さい店舗買ってみて試そうかなって思うよね。あれ、物流担当とかもいるからね、大変ではあるんだよな。あ、てかあれだよね、ここにさ、うちのライバルありましたよね。ここ作っては近くにあったみたいな。これ買収しよう。こいつうざいんで。ちょ、これいつか買収しよう。潰れる前にね、買収したい。あるいはまあ、ここにある建物、こういう店ね、こういうとこ、ここ買収していこうかなと。そうすればね、支配はできます。まあ、一日数十万ドル入ってきてるんで、買収してどうなるかだよね。人材がうまく入ってるのか、あとはその物流も構築しないといけないとかあるんで、そこら辺の手間を考えても、でも、飲食店買収したいですね。めっちゃ面倒そうなんですよね。そういえば、飲食店ならありかもしんない。で、うまくいってないファーストフード店。今のやつは。今、うまくいってないんで、こう、家具も多分ついてくるわけなんで、この辺買っちゃおっかな。だって、椅子とか机とかめっちゃ持ってかないといけないよね。100万ドル。ちょっとこれ行きます。一旦ここは行ってみよう。視察だね。間に合うと思います。営業時間内に。さあ、ルーカスピザね。いやー、いいですね、いいですね。ファーストフード店ね。マクドナルドもあったり、買収から始まってますよね。あ、なんか名前か何かね、惚れ込んでね、買収してると思うんですけど。バリエーションもあったと思いますけどね。狭。ダメだ、ダメだ。あれ？こんな狭いんだ。あ、そう、15人か。30人かと思った。じゃあ、ここか。40なんだよね。あ、ほんと30だ。15だね、15だね。30を探そう。30、30。あ、ここだね。168、3万ドルです。OK。価格帯は OK ですね。で、こっちかな？どっちがいいかな？まあ、車取りこっちの方が大きいですね。行ってみようかな。ちょっと買収ですね。こっからね、買収編ですよ。あ、こういうのね、こういうのやるのめんどくさいから、これで買収して、このままね、いけるだろう。ちょっと、決算書持ってこい、決算書。どうなってるんだ？はい、まあ、ここはまだ小さいね。買わないといけないか。問題はあると。はい、客の入りは OK と。並んでますね。並んでます。さばけてない。レジ増やすと。やるならレジを増やす。はいはいはい。で、置いてあるもんですけど、バーガーや、フライドポテト。で、サラダ。あまりうちと変わらないですね。フライドポテトがあるくらいか。ピザなど提供する場合はそこは投資しないといけないと。はいはいはい。ね、バリエーションね、しっかりと換算していかないと。いくらのキャッシュフローか見たいですね。5000ドルくらいあれば買いたいけど。もう見せてもらえる？あ、ピザ、ここピザあるぞ。ピザフライドポテト。あ、ピザ2個ある、ピザ。これ高いんよね、結構。はいはいはい。なんかないか、サラダがないか。いい、サラダなんていらないですよ。誰も食べない、そんなものは。160万ドルね。ここはいいね、バリエーションが。あっちより高そうじゃない？はいはいはいと。んー、あれ、買収して、合理化する。ので、どうかな。160万ドルよね。1日1万ドルくらい稼いでくれればね。まあ、無理か。5000で1年間で、返せるくらいか。160万ドルね。1万ドルならもう半年で回収できるわけなんで、5000あればいいんだよね。なるほど。ちょっと買収編だな。あと、ま、当然、大型店舗のね、設置もありますけど、どうしようかな。それで考えたら、40の方を買収してもいいか。大型店舗実質的に取れるもんね。やっぱ M&A というでも使わないとね。これからの時代は。こう19歳のこの若いやつだからね。今日本だと40代より下の世代は結構 M&A ね、経営者使いますけど、バンバンね。まあ、こいつらも M&A が主力よ。問題、物流の構築と人材がどうかだよね。人材ちょっと明日増やすか。管理しきれなくなりつつあるんで。
そもそも今、今時点で、ちょっと、もうね、5人と、14人、20人くらいしか入らないから、今いる人たち入れても大変なんで、そこもいると。人事担当2人雇って育成する。そこも進めましょう。それもね、今回めっちゃ稼げましたね。で、そろそろ税金です。120日に税金なんで、多分、何万ドルいるんだろう。わかんないな。5% だったよね、確かね。変わんなければ、どんくらいなんだろうな。今、週、確か、80万ドルなんでしょ。ってなってくると、結構持ってかれるはずだね。100万ドルくらいもいるかもしんないな。そんなに持ってかないと思うけど。そうだね。割と、余裕は持たしたいですね。だから、M&A するにしても、全額使うのやばいかもしんないね。